はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノリスです。あの、今日なんですけども、はい、あの、エアジョーダン4の、はい、あの、ハイアレートですね。スニーパスですよ、ね。はい、来てましたね。はい、まあ、あの、このあたりね、あの、ちょっとご連絡いただきましてね、あの、メッセージとかで。あの、確認しましたので、ね、その時のお話をね、はい、させていただきたいなと思います。それとですね、あの、エアジョーダン1の、はい、発売情報いくつか出てきてるんですか、ね、はい、出てきますね。ジョーダン4の後に説明するものは全部エアジョーダン1ですね。あ、そうなんですね。はい。はい、このチャンネルではスニーカーや発祥に関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録動画を見てない方は、この機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価お願いします。はい、あの、早速なんですけども、ねはい、あの、エアジョーダン4のね、あ、そうですか。パスマゴ11時半ぐらいに来てたんで、ね、僕もね、たまたまね、11時半に、スニーカーを触ってて、パッて見たらトップにね、これが来てたんですよ。あ、そうなんですか、ね。スニーカーバスが来てまして、はい、で、これチャンスだと思って、はい、まあもしかしたらね、その前に来てたかもしれないんですけど、はい、まあ僕はたまたま11時半に見てまして、はい、で、じゃあちょっと、じゃあ押そうかなっていうふうに思うんですけど、はい、なんかね、一向にね、リザーブするっていうことが出てこなかったんで、あもうこの時点でバグというか、はい、まあもう、なんていうんですかね、もう予定枚数終わってたんで、その辺が残ってる状態なのかなって思ってたんですよ。はいはい、で、まあ、一応フィアレスに、リザーブボタンこれ出て、来てないよな、みたいなことを、うん、あの、言ったんですよ。はいはい、そしたら、フィアレスからなんか、あの、返信が来まして、はい、なんか変な、何言ってんねんって最初思ったんですけど、はい、なんか、あの、ダークモーカーじゃないですか。はい、エアジョーダン1のダークモーカーのスニーパスのページから行けるらしいっていう、なんか、わけわからん。裏技を教えていただいて、リザーブだったか、ダークモーカー G のページを押したらですね、はい、スニーパスの、エアジョーダン4のやつに切り替わったんですよね。ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、で切り替わったんですけど、もう時すでに落としと言いますか。そうなんですね。大阪のね方を見るとね、ようやったんですよ、ね。なんですかこの裏技みたいな。そうなんですよ。はい、で一回ねアプリ立ち切って、もう一回その裏技やったんですけど、はい、やっぱりこのページ行きましたよ。ああダメやった。あったらダメでした、ね。まあ、この情報も、ね、実はあのメッセージでね、あの下の方のメッセージを教えていただきましてね。はい、あ見てましたね。僕もまあそれは後から教えてもらったんですけど、はい、そのこと。はい。なんかこんな裏技みたいなことが存在するんですね。はい、最初僕もね、半笑いでやりましたからね。フィアですから。何言ってるんやろうって思って。なんかそんな感じらしいとか言って、まさかなと思ってやった、はいはい、ほんまやってなって、はいはい。で、まあ予定枚数中やったんですけど。はい、まあ、まあ、ということで、まあ僕らはね、ちょっとリザーブはできなかったです。そうですね、僕も見た時にもすでに予定枚数中やった、はい。多分今日、スニーパス来られた方で、リザーブボタンが現れないっていうのを、体験されたこと結構多いんじゃないですか、ね。あ、かもしれない、ね、ずっとそんな感じだったんで、うん、はい。あの、今日またね、あの、情報の方いただきまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何なんですかね、その裏技。なんかね、バグだと思うんですけど。なんかあの、はい、次から全部チェックしちゃいます。そうですよ、はい。下の方にスクロールしていってね、はい、やったんで。まあ、結局、まあ、返すと。そうですね。いうことでしたね。はい。なんで、まあ、ちょっと見てもらいたいんですけど、まあ、スニーカーズの方で、11月28日の朝9時からですね。そうですね。まあ、発売の方が、うん、もともとね、出てきているので、まあ僕はこちらの方、まあ挑戦しようかなと思ってるんですけどね。これでもやっぱりね、数多そうな感じ、雰囲気ありますよね。だから、ね、普通になんか買えそうなので、はい、例えば海外抽選とかいっぱい申し込んじゃうと大変なことになる可能性もなくはないですよね。はい。二、ねはい、つ三つもしかしたら買えてしまうのかなっていう。可能性もなくはないです、ね。可能性もあるかもしれないですけどね。はい。で、今回ですね、はい、このスニーパスを受けて、その後に、アクターマーケットの、まあ、モノ株の方をね、お昼、うん食べながらちょっと見てたんですけど、少しずつ値段また下がってきてましたね。あ、そうなんですか。あ、エアジョーダン4のファイヤーレッドに関しては、確か1000プラス1500円ぐらいだったと思うんですよね。ねはい、例えば今日もスニーパスのリザーブできたらですね、はい、例えば僕電車でね、取りに行ったとしてない大阪の、うんまあ、往復のことと、お茶代カフェで一服するのを考えたら、まあ、大体1500円ぐらいなのかなっていう、ちょっと、そういうふうに思ったんで、まあ、一瞬ね、まあ、モノ株の方で、もう入札してしまうかなと思ったんですけど、でもやっぱりね、定価で、28インチのスニーカーで挑戦して、まあ、それからまた考えたらいいかなというふうに思ってるんです。あの、アニメーションみたいですからね。ああ、そうですね。5点のね。はい。ということで、今回ね、モノ株の方では別に、あの、まあ、何も買うこともなく、いう感じですかね。まあ、28インチにオンラインチャレンジしようかなと思ってるので、またあのオンラインチャレンジの結果の方が気になる方は、はい、チャンネル登録のよろしくお願いいたします。あの続いて販売情報にはなるんですけども、ああ、ね、あのはい、エアジョーダン1ハイオージーのメタリックシルバーですね、はいはい、これウィメンズなんですけど、ウィメンズなんですね、はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、いきなりね、あの発売が近いのであれば公式写真っていうのは、まあ、そういったタイミングで出てくるんですけど、はい、これ発売ってね一応2月なんですよ、うん、で2ヶ月先のものになるんですけど、ナイキ経由からですね
公式写真が出てきまして、あ、そうなん、こんな感じでできてるんですよね、はい、以前から僕らこれ欲しいというふうに言ってるんですけど、そうですね、まあ、サイズが、ね、ウィメンズ展開ということで、まあ、日本での、ね、販売の、まあ、サイズの展開の方が、まあ、ギリギリ29センチまであったらいいなっていうような話してたんですけど、まあ、リークの方で以前お話したんですけど、これ拡張サイズでね、くるっということなんで、一応あのメンズで言うと、まあ、日本のサイズで言うと33センチぐらいまでサイズをね、まあ、海外の方だと思うんですけど、外すわりするみたいなんですけどね、はい、これね、あの単品で見ると、まあ、シルバーなのですごい派手派手しいのかなって思っちゃうんですけど、はい、なんかあの着用してる画像とか見ると、はい、ちょっとマットな感じで、ね、かっこいいですよ ね、はい、なんかね、これかなりねブラックパンツに合いそうな感じと言いますか、うん、これ単品でね、そのボディメイトがどうのこうのっていうのをちょっとまあ置いといて、うん、このエアジョーダンハイオージーのメタリックシルバーなんですけど、はい、めちゃくちゃかっこいいですよね。かっこいいですよね。はい、うん、あのこちらの方が、はい、発売の方が2月の12日ということなんですよね。はい。はい、まあ、僕ちょっとこれ欲しい速なんで、はい、まあ、狙っていこうかなと思ってるんですけどね。はい、まあ、日本のスニーカーの方に来てほしいなと思うんですけど、またちょっと先の話なんで、またこの辺情報が分かれば、はい、はい、こちらご紹介したいなと思うんですけども、はい、はいはい、あの続きまして、あのエアジョーダン1の、ハイのスイッチですかね。そうですね、はいはい、ちょっと見てもらいたいんですけど、ようやくね、ディティールが分かる持ってる方の投稿が出てきまして、はい、ハイにしているものとローにしているものの写真をちゃんと比べているね、投稿がありまして、気になるのがね、集団がどうなってるのかなっていう話なんですけど、そうですね、あの以前ね、あの集団の部分だけ見せている投稿があったんですけど、まあ、それもちょっと分かりにくい投稿で、はい、ね、なんかボタンのようなものがあって、はい、長さが乖離るような感じになってる作りだったと思うんですけど、それは折り曲げて止めるみたいな感じですか、っていう感じだと思うんですけどね、はい、あのなんていうんですか、こうパチッと止めるような感じだったと思うんですけど、はい、まあ、この間のエアジョーダン4のね、ユニオンとのコラボのような感じで折り曲げてるような感じだったと思うんですけど、ただね、こちらの投稿ではね、それ見せてくれてないので、ああ、そうなんですね。はい、まだちょっと、まあ僕があくまで思ってる範囲の話なんですけど、確かそんな感じだったと思うんですけどね。はい、これ面白いのが、使われている黄色のね、これカナリアイエローって言うんですけど、はい、このレトロな感じにしてることによってヴィンテージ感があるっていうふうに海外の水彩に書いてましたけどね。なるほど。はい。あえてなんかこういった、まあ80年代っぽいっていうんですかね、うん、なんかあの、こういうナイロンジャケットでこういうね、カラーのジップのカラーのものを使ってるのとかなんかあったじゃないですか。ああ、そうですね、アクセントに。そうですよね。あと、まあ、リュックであったりとか、うん、こういうのなんか80年代あった感じがしたんで、なんかそれをね、落とし込んでるようなデザインなのかなっていうちょっと思ったんですけど、うん、なるほど、はい、これもね、気になるんですけど、ちょっとね、次のもう一足見てもらいたいんですけど、これがね、僕すごく欲しいんですよ。あの名前がライトスモークグレーっていう、ね、そうですね、はい、ライトスモークグレーっていう通称名前多いですよね。そうですね、はい、まあ、こちらも先ほど言いました通り、プルパーツと同じく、はい、まあ、ジップの部分がね、まあ、あのカナリアイエローと言いますか、はい、先ほど言ったら、まあ、ちょっとヴィンテージっぽい感じの、うん、まあ、80年代っぽいなっていうカラーの、ね、ジップが使われてるんですけど、はい、これちょっとね、ユニオン風って書いてましたね。エアジョーダン1のユニオン風って言いますか、ね、はい、こちらのね、このライトスモークグレーの方が僕ちょっと欲しいので、うん、これ発売されたらちょっと狙っていきたいなと思うんですけど、まあ、気になる発売の時期なんですけど、なんか春頃っていう風に書いてましたね、海外のスニーカー系サイト。ああ、結構先ですね、はい、まあ、2021年の、まあ、初頭という風に捉えてもらっていいんじゃないですかね。なるほど。はい、まあ、これ以外にね、あとピンクのモデルであったりとか、 あとまあ実物で最初に出てきてた、うん、トラビス・スコットが好きそうなブラウンとカーキのカラーのものがあったんで、まあ、その4足がね、発売されるんじゃないかなって思ってるんですけど、うん、はい、このスイッチというまあ新しいね、ジョーダンのシリーズのもので、まあ、来年発売されるので、まあ、この辺まだ情報が分かれば、そうですね、はい、こちらご紹介したいと思います。はいはい、まあ、続きまして、はい、まあ、あのずっとやってるんですけども、ね、J バルビンですね、はい、この J バルビンとエアジョーダン1のコラボで12月8日というふうにね、発売の情報来てまして、はい、あの金曜の値段なんですけど、はい、200ドルでしたね。あ、そうなんですね。はい、170ドルかなと思ってたんですけど、あの以前やったリークではどこのスニーカー系サイトを見てましても、はい、170ドルというふうに書いてたので、うんうん、まあ、大体いつものは海外でのジョーダン1の値段なのかなって思ってたんですけど、若干高め、若干高めですよね。日本で発売されるとおそらく、まあ、2万2000円とかぐらいなんですかね。わかんないですけど、まあ、あのギミックがね、はい、ちょっと効いてますから、ね。ああ、そうですね。うん、はい、まあ、前にお話したんですけど、このかかとの部分の丸いパッチの部分が取り外せて、はい、まあ、他に付属しているね、丸い、ものと交換ができるんですけど、はい、はい、まあ、デーバルビンのまあ、ハッピーフェイスと言いますか、うん、それをこう、なんですかね、他の雷のマークのものと交換したりとかって、はいはい、できるギミックがあるんですけど、はい、こちら一応日本でおそらく発売されるので、はい、はい、この間お話したんですけど、東京トレンティースリーとか名前が入ってたので、はい、おそらく12月の8日にスニーカーズと東京トレンティースリーとかで、ね、発売される、まあ、情報の方が、まあ、今後出てくると思うんですけど、うん、はい、日本での明確な値段と言いますか、
ていうのがちょっと分かんないんで、またその辺情報が分かれば、はい、これでご紹介したいと思うんですけど。これってあのワッペンってあの普通のマジックテープみたいな感じで、なんかそんな感じだと思うんですけど、ね。したらあれですね、なんかあのカスタムする人出てくるかもしれない、ね。他のもつけたのもつけたりとかね。はい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 。出てきそうな気もしますけど、ね。そうですね。はい。はい、まあ、あのこちらの方もね、もう発売日の方が近いので、はい、あ、そうですね。はい、またあの詳細の方が分かりましたら、はい、動画でお伝えしていきたいなと思いますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上となります。ヒアレスでした。カイヌですでした。さようなら。I'm sorry, but it's evident. Uniform 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had.